ありがとうございます。小川雅人自身、ここ数日の間ではありますけれども、自分の中で本当にいろんなことがあって、心の中のモデもそうやし、体調的にもなんとちょっとリズムを崩してしまって、もうね、最近多いんですけれども、男の子、男子は特に腸が弱いということで、なんか胃腸炎みたいな感じのものにももう苦しんでて、みんな元気にライブしている中、わざとだけずっとしっかりと音色の中で静かにしてたんですけれども、でもそんなものもかけ飛ばして、小川雅人、今日はスーッと皆様の前で、そして初めましての方と出会って、こういったライブができると思ったら、すべてのことが晴れまして、その思い込めて今、富士という楽曲を送らさせてもらいました。今年2019年、いろんなもの、小川雅人自身の不安も、そして期待もすべてすべて込めて、そんなものすべてかけ飛ばして、担当する2019年のマサトラベルミステリーツアーというライブツアーを担当しております。きっと小川雅人のこと全然知らんわ、全然興味ないなという方もきっとこの中にもいらっしゃると思うんですが、この中でも一人一人と誰かとつながって、そして未来につながっていく、そんなワンマンライブを11月23日土曜日の祝日、ここ大阪の総合メラクラシックス梅田というところで、自身の4度目のこれで最後やと小川雅人と思ってもいい、そんな気合を入れているワンマンライブでございます。今日もそのチケットしっかりと持ってきております。ぜひとも今日から小川雅人とつながっていただけたら本当に幸せです。またまたここから改めて小川雅人のこと、皆様よろしくお願いします。せっかく皆さんと今日ここで、せっかく素敵なハッピーデイズ、オーバーしたハッピーデイズ、みんなの音がかかってるかと思うけど、もI'm gonna be out there. 楽しみたい。
ます、各アーティストですね、今日はあちらで6番ずっとやっておりますので、ぜひとも今日出会った方々、皆さんもぜひここからまたつながっていってください。それではまたあちらでお会いしましょう。小野正でした。本当にありがとうございました。